赤星せよ赤星マシマシ TV よろしくです行きましょう。チュッはい、というわけでね、今回メインや、これ画寮と読めますね。伏せる竜と書いて、中区日の出町、日の出町かな、うん、でございますけども、こちらね、駅からなんとですね1分以内のところにある、あ、マジで近いところにある、うん、でですね、館内の二郎からも歩いていける距離にありまして、うん、結構こう比べられがちなんですけども、うん、この画寮としてのファンも非常に多いという、横浜のお店でございます。ね。そして基本メニューはですね、ラーメン、味噌ラーメン、などに混ざって混ぜそばや、エビ汁なしそばというのを今は定期的に掲げてるらしい。ね。有名な、混ぜそばの店舗なんですけども、うん、今回は基本的なラーメンの方。なるほど。頼んでまして、中盛り 300g まで無料。なんですけども、大盛りで頼んでるよということで。行ってみましょう。こちらです。ラーメン大盛りの全部マシマシで、うん、まあ、チャーシューも買ってまして、もともと2枚入ってるんで、待たしますと5枚になるよという、こう周りにね、貼り付くように乗せてくれるお店でして、スープがね、もう限界までこれ入ってる。これ、おろした時点で大決壊してるんですけども。もらうとき大変です、ね。もらうとき大変なんだけど、気をつけて。ただ、半ラーメンにすれば豚などが入っていない、結構小さめのものがいただける。なんと500円で食べられるということで、お得でございます。ね。まあその豚からいっちゃいますね。真四角豚ということで、畳のような、ね、畳のような、ね、豚が入ってますけども、一分の、その一丁分の入ってる、とろける部分と赤身の部分、ギュッチンギュッチンの部分もある、ギュッチン、さらにね、ほのかにこうなんでしょう、返しの、味が染み出してくる豚でございますと、そしてね、頂上のヒルトップの部分にはですね、油がね、確かにね、エベレストみたいですもんね。まあまあまあ、尖り方が雪山のような、そう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 、横浜に現れている雪山ね、そんな上にもうね、辛めの雨を降らしていけますけども、おっと、2回かけたね、こちら、しょっぱレベルなんと 3.5 ということでね、意外と返しとしてはおとなしい方でした。今回直飲みじゃないですね。あ、そう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 。あ、まあ後半でやるんだけども。やんの？先にやるのにもうかけて。そうですね。まあこう野菜の真っ白も高いんでね、スープもあるんで天地返しも容易ではございません、うん、ということを言っておりますね。そしてね、ギャバンのブラックペッパー、ここもカクカンですね。本格の。うん、よいしょ。結構いく。ま、麺に到達していない部分ですと、うん、これ野菜の味がほぼないので、うん、ね、大量に入れちゃいましたが、ね、こんな豚巻き胡椒もおすすめですとか、ね、いやいつもやってますけども、ね、特に、ないですかね、特にでも最近の野菜では結構多い方なんで、あ、なるほど。ね、やっていきますが、スープこれ見てください。乳化系なんですが、豚の甘みというよりはね、何しろいろんなこう、まあ何でしょう、なんか魚介とか野菜とかの出汁がいっぱい効いている上品なスープのような。他のメニューもやっぱり魚介がね、ありましたから、ね。あ、そう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 。そんな感じがしたんです。なるほど。で、さらにね、これ麺なんだけども、うん、これ結構な、まあ、ややストレートな感じがする、うん、もっちんもっちんです。あ、もっちんもっちん、ね。ギュッチンギュッチンに対して、もっちんもっちん。もっちんもっちん。味わい的にはこう、卵麺のようなね、ちょっと甘みがあるんですよ、麺、小麦粉以外の甘みがあるようなイメージをしたんですよ。なんかこう、大正軒のね、麺に似てるイメージ、あれ、そういえば大正軒まだ、まあ、そうですね、メニュー、よく麺にはしますけど、麺にはする、あ、あの麺にする麺のイメージです、はいはいはい。ね、で、ここに、まあ、ニンニクをね、かけていきますが、やっぱり野菜が多いのでまだまだニンニクと一緒にガポって感じになっちゃってますけども、こちらがですね、意外とマイルドニンニクということで、うん、かけすぎても大丈夫ということと、うん、後半になってもね、そう、野菜が残るんで、野菜のシャキ加減、そしてニンニクのシャキ加減同時に味わえて小気味いいと、小気味良い、小気味良いということでね、そういうことで使用していきますけども、小気味良いラーメン、そうなんですよ、うん、で、あ、また行きます、これだ、ホワイトです、今度角の黒も白もあるんですね、なるほど。どちらかというと僕はね、うん、ホワイトの方が合うんじゃないかなと、画寮のについては、なんでかっていうとですね、優しいスープをね、黒だとパンチが強くて殺しちゃうんだけど、こう白だとね、こうなんだろう、マイルドなものとマイルドでお互いをこう高め合うようにね、うん、水魚の交わり、これです、ね、水がスープ、魚が胡椒、ね、いい感じになりましたね。ソウルとしてはマイルドなんですけども、初心者にもおすすめという、ちょっと麺分かんないと思うんですけど、顔を届けたかったです、こちら側の、なるほど、
ダイレクトビネガーなんとかダイレクトビネガーやってますけども、ビネガーレベルやめてよかったよ。あ、ビネガーレベルは、まあんまりまだまだ僕がその判断するレベルに行ってないんで、お酢についてはね、ということで、ステータスを見ていきましょう。マシマシブ 88.92 ということでね、まあ、マシロとして野菜のマシロは多かったんですけども、まあ、ニンニクのマシロがそこまでだったんで95円なりませんでした。画量ね、画量でございますね。劣化の炎の竜みたいな名前ですね。あ、そうなの、はい、画量そう、いるんだ。変なこと言っちゃった。劣化の、いや劣化の方の、まあ、世代ですから変なこと言っちゃった。まあ、画寮といえばね、画寮諸葛孔明というふうに、まあ諸葛孔明ね、三国無双だけの情報だけども言ってたから、ちょっとお互いがお互いの知識不足だと。まあ、画寮の画の字自体がちょっと難しい字だから、まあ、そうですね、細かくならざるを得ないかもしれない。皆さんね、横浜に行った際は、あ、桜木町からも歩いていけるんで、あ、そうなんですね、ぜひとも検討してみてください。はい、ご存知でした。はい、ブス。Thank you.